はい、どうも、サトチョンチャンネルでございます。やきもきさせましたね。アマゾン9月25日の新製品発表会。何が出るのかということでね、次に発表されましたけれども、皆さん見てどう思いましたか？まあ、この動画はね、まあ見て本当は速報動画を、まあ、作ろうかと思ったんだけども、まあそれから24時間以上が経過しましたんで、まあこの辺の詳しいね、情報なんかはもうあちこちブログ界隈とかでもね、やってますから、それでまたご確認いただければと思うんですけども、うちのチャンネルではね、まあこういうのは出たけども、まあ、サトチョンどう思うんだっていうところの、話、まあ、この辺をしていきますか。何が出て、まあ、サトチョンどう思いますかというところをね、動画にしていきたいと思います。はい。で、その前に、まあ、うちのチャンネルではね、まあ、こういった、Amazon デバイスとか、まあ、スマホやタブレット、パソコンといった、まあ、ガジェット関連、あとは自動車の情報とかね、それから、まあ、YouTube で聞いていくための、まあ、コツというか、ノウハウとかね、まあ、その辺のお話を、まあ、してるチャンネルでございます。ね、まあ、10万円生活 YouTuber ということで、そう、YouTube できてるんですよ、僕は。それをなりわいとしてもやっておりますが、まあ、そうするためには、どうすればいいのかなっていう話なんかもやってるチャンネルでございます。このチャンネルにね、まあ、興味があるなと思ったら、ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、同時にね、Twitter の方もやってます。これは YouTube でよりもね、ちょっとまあ、早い速報情報とか、あと、まあ、じゃらっとした話なんかもやってますから、そちらも合わせてフォローしていただければ幸いでございます。リンク、動画説明欄に貼っておきます。はい。なわけで本題です。まあ今回の発表会を見てね、おおと思った人と、と思った人と、思ってたんと違うっていうね、まあそれぞれ人それぞれあるかと思うんですけれどもね。はい。まあ私はなんかこうファイヤー HD10 の新型が出るというふうに予想してたんですが、これはちょっとまた別件でお話ししますが、はい、それではございませんでした。はい、今回のね、新製品の発表会っていうのはね、Amazon Echo、これがね、一挙、4モデル、プラスアルファ、出たということです。エコーですよ、まさか。まさかのエコーでしたね。まあこれ予想外でね。まあ、うちのチャンネルでもね、Amazon Echo はね、そんなに話題にはならないんですけれども、これはまあね、グローバルな規模で見ると、まあ、今これが一番、まあ、Amazon でも推している商品であると。まあ、いうことでね。まあ、この辺の感覚がやっぱりちょっとね、まあ、ズレがあるのかなというね。やっぱり、ボンクラの考えてることはやっぱりね、まあ、その程度のもんなのでね、やっぱりね、まあ、この Amazon たるや、まあ、先を進んでいるのかなというふうに思いました。ただですね、まあ、今回の Amazon Echo、結構、魅力的に進化しているところは確かにあるんですよ。まあ、そのあたりが、まあ、4モデルね。Amazon Echo の4モデル。これ、それぞれ、まあ、キャラクターが、まあ、違ってて、あ、うまい具合にやってんな、というふうに、まあ、思いましたので。ちょっとそのあたり、ご紹介していきますね。はい。まずは、1台目です。これは Amazon Flex っていうやつかな。Amazon Flex。これまでね、Amazon ドットが、ごめんなさい、エコードットが一番なんていうかな、エントリーモデルだったんですけども、さらにそのね、弟分ができたんですよ。値段が2980円。これはね、かなり安いです。これがですね、まあ発売がですね、いつだったかな、10月の、ちょっと待ってね、ちょっと調べる。10月のね、ちょっと待ってよ。エコーフレックスは、ごめんね、もうちょっと調べとけよということで。まあ、10月の、ごめんなさい、間違えた。フレックスは11月14日発売だ。まだ先ですね。はい。なんだけどね、まあ、これだけ安い値段。で、まあ、とりあえず2980円で、まあ、11月14日に発売しますよ、となるんだけど、まあ、多分、次は12月にサイバーマンデー来ますよね。この時にね、多分1980円ぐらいで出ますよ。これ多分僕の予想当たるから。当たるからね、絶対。とかな、わかんないけど。1980円。ね。1980円でスマートスピーカーが買えるとなったら、これまあ決まってないんだけどね。タイムセールとかそういうのでね。まあちょっと、これまでエコーに興味なかったけども、ちょっと買ってみるかなとかって思うでしょ、きっとね。うん。なんかこう、今まで経験してきたけど、まあ、とりあえず買ってみるか、みたいな感じの、まあ、そのお試し価格にはなるかと思いますので、ちょっとまあね、その辺の動向、まあ、情報入ってきたら、まあ、うちのチャンネルでも、ご紹介したいと思います。で、まあ、この Amazon Flex がね、どんなものかって言ったらね、ちょっとま、動画説明欄にリンクをまとめてバンと貼っときますから、Amazon Echo のやつをまとめて貼っときますから、この、ま、ベーシックモデルの Amazon Echo Flex は、プラグイン式スマートスピーカーというものですけども、ま、要はコンセントなんですよ。コンセント。このコンセントがね、ちょっと、面白くてですね、ちょっと待ってよ。
コンセントの他にね、面白い。別売りのナイトライトを組み合わせることができるんだって。ここでちょっと手元を照らすことができると。まあ、これもまあ音声操作でまあできるということですね。で、まあ、今まで、ほら、まあ、こういう、まあ、エコードットね。これも本当二世代前だけど。エコードットは、まあ、自宅のコンセントにつないでね。まあ、USB ケーブルだけどね。はい。まあ、そこから電源を引っ張って、まあ、給電してたわけですよ。まあ、いわゆる、まあ、据え置き型、自宅に置いて使うスピーカーです。まあ、でもね、ここにマイクロ USB だから、モバイルバッテリーさせばね、まあ、外には持ってけるんだけど。そう、それをさらにね、もっとコンパクトにしたのは、ここにもコンセントつけちゃえと。ここからコンセントの端子がピョーっと出るわけですよ。そして、そのままザクッと刺すようになってて、まあ、そこで、もう本当その部屋に、ほんとマジ固定するわけですね。はい。でですね、ここ、まあ、ライト、オプションのライトをつけたりとか、あとはまあ、スマート家電の音声操作ね。まあ、電気つけたり、テレビつけたり、エアコンつけたりという操作。まあ、こちらもできるようになっているということです。で、まあ、基本的にね、この、まあ、例えばその、なんだろう、メッセージを送るとかね、そういったこともできるようになってます。はい。だからまあ、エコードットの機能っていうのは、もうそのままでですね、まあ、天気を確認したり、まあ、あとはニュースを聞いたりとか、まあ、そういうことがね、まあ、この、シンプルにコンパクトにできるようになってます。はい。なんだろう。玄関や廊下、部屋の隅まで、アレクサがあなたの暮らしを少し楽しく便利になるようにお手伝いします。話しかけるだけでタイマーをセットしたり、日課をリマインダーにセットしたり、ニュースや天気、鉄道運行状況を確認したりできます。スポーツのスコア、映画の上映時間、レストランの営業時間なども聞いてみましょう、みたいな感じでね。まあ、この後ね、まあ、いろんなこのスキルがどんどん増えていきますけれども。まあ、この後もね、どんどん発展していくのではないか。あ、ネットワークカメラとか、あとスマートロックね、家の鍵をガチャンとかける機能とかっていうのもね、まあ、今後はついていくと。もうこれできるんじゃなかったかな。はい。そんな風になってます。あとね、USB ってなかったっけ？え？モーションセンサー。あ、そうそう。USB A ポートが入ってるので、スマートフォンの充電にも使えるわけですよ。はい。つまり、このコンセント自体が、まあ、USB 充電器にもなってるというね、このまたカオスな機能がついておりますので、まあ、USB の充電器は2980円。ちょっと高いかなとも思うんだけど、これがまあ、スマートスピーカーになっているということはね、まあ、なかなか一つ画期的じゃないかな。で、しかもまあ、定価でも2980円というところで、まあ、気軽に買えれるものになっております。はい。まあ、詳しくはまあ、説明欄なんか見てください。もう、はい、そこ見りゃ早いから。はい。で、その次がですね、エコードットがもうモデルチェンジしました。早っ。まあ、僕はこれだからもう2代目になっちゃったんだけど、この、まあ、これまでね、一番、弟分だったエコードットがモデルチェンジしました。これがね、どの進化が大きいかなと言ったら、なんとですね、ここにね、時計が表示されるんですよ。まあ、リンク見ればその時計がどんな風に表示されるかっていうのは見えますからね。だからね、すなわち、まあ、置き時計かな。置き時計としても使える賢いスピーカーですよね。まあ、目覚ましセットしたり、タイマーセットしたり。でもね、エコーだから、アマゾンエコーだから、スマートスピーカーだから、アレクサ、今何時って言ったらね、見なくてもね、一応声でお知らせしてくれます。はい。これまでね、このね、エコードット時代は、別にこれ本体見える必要なかったからさ、部屋のとか、適当なとこにポンと置いててさ、どっか僕なんかも結構ね、見えないその角っこにこれ置いてたんですよ。置いてたんだけど、今度のドットは見える場所に置くエコードットに変わったということです。ここにも時間が出ますからね。今何時だろうってチラッと見て、まあ、そのことでさ、必ず見るんでね、存在を忘れないということです。まあ、隅っこにいると、存在忘れちゃうからね。まあ、チラッと見るたびに、あ、今日のラジオニュースなんだろうとかね、クックパッドのレシピ聞きたいなとかさ、なんかこうね、まあ、さっき言ったこの、なんだ、音楽聞いたりなとかね、まあ、そういったところも、まあ、できるように変わらずなっております。はい。まあ、使い方がだからね、ちょっとまあ、また新しくなるのかなというふうにね、思いました。はい。その次にね、エコーですね。エコー、まあ、無印エコーも進化しました。はい。なんかこれはよくわかりません。音がいいんでしょう。はい。まあ、それくらいで、勘弁してください。はい、次。次はですね、エコースタジオっていうやつね。はい。これはね、何かというとね、もう、音にこだわっております。なんていうのかな ?3D オーディオ。中にね、まあ、丸い形はしてるんだけどね。
まあ、動画説明欄から見てみてね。丸い形はしてんだけど、中をね、パカッと開けるとね、すげえたくさんスピーカーが入っているわけですよ。はい。まあ、これでね、臨場感あるサウンドを、まあ、提供しようというものになっております。僕も以前ね、このね、案件でこの Bluetooth スピーカーをいただきました。いや、この時もね、この音質の良さはね、すげえ感動したんですよ。これでね、なんだろう、まあその、Fire タブレットとか、まああとまあどっか、まあ安いそのスマホ、イミデジのスマホでも、これを使うとね、めっちゃ音が良くなるわけですよ。はい。まあこんな感じで、これちょっともっとすごいやつですね。まあ 3D スピーカーというわけで、中のね、この分解どういう風になってるのかっていうのも、図で、このリンク行けば確認できますので、そちらをご覧ください。で、お値段がね、24,980円とね、まあ、ちょっとお高くなってますから、まあ、ちょっとね、グレードの高いモデルになります。まあ、音質にこだわりたい方はね、この、まあ、賢いスピーカーね。まあ、いわゆるまあ、すげえ高性能スピーカーに、賢い装置がついたというわけですね。と思えば、まあまあ良くないかなという感じはしますけれどもね。はい。っていう感じになっております。まあ今回ね、まあAmazon Echo。まさかのAmazon Echoはね、まあ今回たくさん、まあ出てきましたけども。まあこれはね、おそらく、まあAmazonもこのEchoを中心になんか展開していこうというような考え方がちょっと見えたかなというふうにまあ思いました。っていうのはね、やっぱりAmazonっていうのは商品もね、販売している会社であるわけでね。この、まあその Amazon Echo シリーズと、あと家電製品を組み合わせて、まあ今後もね、まあいろんなこの楽しみ方をしていこうというふうな感じになっていくのかなというふうにね、ちょっと考えていました。だからまあ自社でね、売るいろんな商品と、まあその自社ブランドのデバイス、まあこれをまあ融合させて、まあ新しいものをこれからどんどんチャレンジしていこうというね、まあ Amazon の考えはちょっとまあ、垣間見て取り入れましたね。はい。そんなわけでね、結論、私の予想は外れました。申し訳ございません。はい。ただですね、こちらもですね、一つ噂が入ってきております。はい。まあ、そのあたりもね、また近いうちに動画にしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。はい。てなわけで、今回はですね、今9月25日に発表しました Amazon の新製品発表会についてね、まあ、どういったものが出たのか、それからね、まあ、佐藤君はこう思ったよというところをね、動画にしました。この動画がね、面白いな、役に立ったなと思ったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、佐藤君チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。